頼むです。好きな子がいるけど誘えない。嫌われるのが怖くて告白できない。関係を崩すのが怖くて責められない。それ後悔します。僕自身も超リスク回避型人間なので、行動せずに後悔したことがたくさんあります。嫌われたくないとか関係がとか怖い恥ずかしいとかは時間が経てばクソどうでもいいことに変わっていますが、好きなみな話ですが、やらなかった後悔はマジで何年経っても残ってます。というわけで今回は、行動できず後悔することが減るように的なことや、これを知っておくと行動できるようになるぜ、辛い状況でも前向きになれるぜ的なクソみたいな精神論よりのお話をしていきます。それでは早速見ていきましょう。まずボストン大学の心理学者リサ・アベンドロスさんの実験では、アフリカ旅行から帰ってきた旅行者に対して次の2つの違いを調査しました。1、旅行先でお土産を買った時の後悔。2、お土産を買わなかった時の後悔。で、その2つの後悔度合いを測った結果、買った後悔は平均 1.8 点、買わなかった後悔は平均 2.8 点でした。つまり買わなかった後悔の方が 1.5 倍以上も大きいことが分かったというわけです。また心理学者のダニエル・ギルバートさんによれば、人には心理的免疫システムといった不幸から自分を守ってくれる機能が備わっているとのこと。これによってたとえ失敗したとしても、行動した経験からどれだけのことを学習したかを考えてポジティブに解釈することができるが、しかし行動を起こさなかった場合は経験自体がなく、行動していればもしかしたら成功していたかもと機会損失を感じるため、やらなかった後悔が残るというわけです。ちなみに脳は損失に強烈に反応します。プロスペクト理論です。加えてザイガルニック効果も働いてしまいます。ザイガルニック効果とは、完了したことは頭から消え、完了していないことは頭に残り続ける現象。要は行動しなかったことは未完のままであるため頭に残り続けてしまう。こんな感じでやらなかった後悔は残り続けてしまうわけですが、正直後悔してるとて単なる過去の出来事の一つであり、今どうこうできることじゃないので、割とクソどうでもいいことでもあります。怖かったり恥ずかしかったりしたことも時間が経てばどうでもいいことになるし、やらなかった後悔もどうでもいいことになる。どっちにしろ時間が経てば大抵のことは取るに足らないことになります。が、しかしクソどうでもいいという同じ結果になっていたとしても、やらなかったことは後悔として蓄積して、やったことは経験や学習となってある種資産になって蓄積されていきます。で、それが今の自分の価値を高めてくれている。その結果前者と後者でどんどん差が開いていくわけです。だったらやった方いいんじゃんとなります。で、ここから個人的本題。僕はこの考え方で行動できないが減ったし、後悔することが減ったというものです。それが何かというと、正解を選択するではなく、選択を正解にするという考え方です。かっこいいですね。要は目の前の選択肢はどれが正解かわからないし、むしろ選択するその時点ではどれが正解も不正解もない。重要なのはそこじゃなくて、自分が選択したもの、あるいは立たされた状況を正解に変えていくことの方が重要なんじゃんという考え方です。学校のお勉強では選択肢があって正解を選ぶような学習が行われるので、多くの人はそっちの思考になるけど、実際のリアル人生での選択と正解に関しては後者のようなものがほとんどかなと思います。例えば自分が作った会社をクビになった場合、その時点ではそれが正解か不正解かは決まっていない。その後の自分の行動で自分が作った会社をクビになったという一見不正解なこと、最悪な出来事も結果的には人生最良の出来事だったと後々言えるようになり、正解に変わった、正解にしたみたいな感じ。ジョブズですね。で、僕がこの考え方になった原体験があります。これは中2の時からずっと好きだった子がいて、中3でやっと告白して結果振られはしたけど、友達として仲良くしよう的な感じで、割と振られた後もいい感じで、自分もまだそのまま好きだったという状況で、その子を好きだったけど他の子とも仲良くしてたから、他の子から告白され断りきれず付き合った。そしたらその3日後、その元々ずっと好きだった子から告白されて、でも別の子と付き合ったばかりもばかりで、さすがに3日で乗り換えはきついだろうということで、泣く泣く元々好きだった子を振ったという経験があります。超絶しんどかったです。この経験から、ある種正当化みたいな感じだけど、自分が選択したのはこっちの子だから、後悔してもしゃあないから、こっちの子を選んで正解だったって後々言えるように付き合っていこう、こっちを正解に変えようということで、選択を正解にするという思考になりました。で、例えば彼女をお乗り換えさせていただくときも、どっちを選ぶか超絶悩むし結構しんどかったりしますが、最終的にどっちかを選んだら、あとは無駄な後悔をしないように選んだ方に全力で力を注いで、その結果幸福というか成功というかの確率も高まったりします。逆に選択を後悔してると中途半端になってしまって、結果的によろしくない方向にも進んでしまうので。で、行動できないときは損失回避の心理が強くなって行動できない、つまり不正解になりたくないという心理。けど行動して得られる結果に正解も不正解もそもそもない。振られたり断られたりしたとしても、その時点で不正解で確定というわけではない。先ほどの僕の中学の時のやつも、もともと好きだった子に一回振られたけど、その後一回告白したおかげで相手からも告白されて、結果的に正解に変わったので、厳密には直前に他の子と付き合って不正解みたいになりましたが、こういう学びも得られたし、他の子と付き合っていろんな経験もできたので、結果的に正解です。要は行動によって得られた結果も、その後の自分次第で正解にも不正解にも変えられるし、時間が経てばクソどうでもよくなるし、行動しなければ後悔が
行動すれば経験や学習が蓄積されていくので行動した方がいいよねというお話です。失恋して辛いとかでも、あの時失恋したことを原動力に頑張ったおかげで成功した、あの時失恋したからこそ今素敵な彼女がいるみたいに時間が経った後に言えるように頑張ろうと。失恋してただ落ち込んで何もせず不正解にするも、そこからプラスに生かして正解にするも自分次第だぜというお話でした。というわけで、行動して不正解を引いてしまってもそれは確定ではなく、自分で正解にも不正解にも変えられるから恐怖が減る。不正解を引いてしまったとしても、次はそれを正解に変える行動をすればいいので、行動のモチベーションも上がる。そうやっているうちに自分の中に資産が溜まっていくよね。行動しないのが一番不正解になりやすいよねと。行動して結果を得ておけば、心理的免疫システムで勝手にポジティブにも解釈されるので、でも僕なんか、でもそれってみたいな、デモデモ君には圧倒的に差がつけられます。というわけで、精神論でした。ぜひ参考にしてみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。特別な存在になりたい、恋愛関係に発展させたい、追いかけられたい、そうなるためにはどうすればいいのか、今回お伝えします。これをすることによって相手の感情は揺さぶられ、感情を揺さぶられることによって恋心が芽生え、さらには恋愛感情や依存などにもつながる脳内物質まで相手の脳内に分泌させることができる、そんな方法です。それでは早速見ていきましょう。